ハードウッドプロ豆知識。ウッドデッキの作り方 DIY。 基礎作り、土台の高さと間隔に注意。一級建築士のよっちゃんです。ハードウッドプロ社長のカリアです。ハードウッドの豆知識をお伝えします。プロの現場の施工事例を見ながら、どんな手順で作業を行っているか覗いてみましょう。ウッドデッキの基礎となる土台を作ります。まずコンクリート土間の上に土台を乗せるための塚柱を並べます。ここで注意が必要なのは、土台の天板の高さを全て同じにしないといけないということです。土台の天板の高さが同じでないと、ウッドデッキの床に傾斜ができてしまいます。天板の高さを同じにする上で気をつけたいのは、材木の曲がりを考慮してどの向きに使用するかを決めるということです。材木の通りを見て、土台面の上下に曲がりが来ないように据え付けていきます。天然の木は一見まっすぐに見えていても微妙に曲がっているものなんです。土台面の上下に曲がりが来ないように土台は据え付けないといけませんので、通りを見て土台面の左右に曲がりが来るようにすればよいというわけです。コンクリート土間には、雨水がたまらないように水勾配という傾斜がついているので、その勾配を考慮しながら土台の天板の高さが同じようになるように調整します。続いて、土台同士の距離は、床板の厚みが30ミリの場合は、伸身の距離を600以内に収めることが大切です。床板の厚みが20ミリの場合はどうすればいいですか？床板の厚みが20ミリの場合は、伸身の距離は450から500ミリ以内が適切です。土台の伸身の距離は500ミリを超えて作ってしまうと、デッキの床がたわむ可能性があるので、強度を保つために必ず500ミリ以内に収めましょう。ご視聴ありがとうございました。今の動画の詳しい内容をお知りになりたい方は、左上のバナーをクリックしてください。ハードウッド豆知識の他の動画をご覧になりたい方は、右下のバナーをクリックしてください。チャンネル登録は左下です。